本当に1試合振り返ってみて本当にやっぱり自分の実力不足っていうのは改めて分かりましたし、1年半ぶりの公式戦でしたけど、ずっと自分を使ってもらえなかった悔しさをぶつけるとこの日のためにずっと頑張ってきましたけど、やっぱりそれが思ったようにプレーに行かず本当に不甲斐ない気持ちで今いっぱいです。3年間お世話になったチームでありますし、僕をユースに上げさせてくれなかったというか、僕の実力不足なんですけど、そういう悔しい気持ちをさせてもらったチームなので、その悔しさをバネに今日はいい借りを返してやろうかなというふうに臨みましたけど、本当に悔しい気持ちですね。積極的にドリブルシュートを打ったり、はい、ドリブルを仕掛ける場面も見られたかと思うんですけども、それが自分のストロングポイントなので、どんどん今日はそれをしていこうと思ってましたけど、ボールもらう回数もボールにかかる回数も今日は少なかったというのが非常に残念ですね。今日の1試合というのは本当に自分にとっていい経験になったと思いますし、公式戦のピッチに立てて本当に自分で言うのはあれですけど、ちょっと一回成長したと思うので、この今日のルヴァンカップをきっかけにこれからどんどん試合に絡んでいって、またルヴァンカップでチャンスもらえると思うので、それに向けて頑張りたいと思います。